皆さんこんにちは。歴史学部長の甲斐です。ようやく秋学期から対面授業を再開するということができます。ただやはりまだコロナの感染自体は収まっているわけではありませんし、特効薬が開発されているわけでもありませんので、大学としても感染が広がらないように、学生さんが感染することはもちろんのこと、学生さんの関係者あるいは教員にも、感染が広がらないように、そういうところは最大限の注意を払いながら慎重に対面授業を再開するということになると思います。皆さん方も対面授業の再開というと華やかな学生生活を想像するかもしれませんが、なかなか、制限が多い、思ったのと違うという学生生活かもしれませんが、そうした中でも皆さん方がいろいろ工夫をしながら新しい、大学生としてどういう、毎日送っていけばよいかということを考えていただければと思います。もうすぐあと1週間ほどで皆さん方学生さんのにぎやかな声が大学に戻ってくるということは大変喜ばしいことですので、ぜひともそうした毎日が続くように最大限の注意を払いながらしっかりと学んでいきたいと思います。不安なことはまたいくらでも我々に相談をしてください。それでは皆さん待ってます。